フィリス・ホイートリーはアメリカの詩人でアフリカ系アメリカ人女性として初めて詩集を出版した人物である。西アフリカ生まれで7歳か8歳の時に奴隷として裏で北アメリカに連れ出された。ボストンのホイートリー家に買われ一家から読み書きを習い、才能を見出されて施策をするようになった。1773年に 主人の息子とロンドンに旅をしたとき、自作を観光すべく、フィリスは様々な著名人と会ってパトロンになってもらった。ロンドンでフィリスの詩集である、ポエムズ・オン・バリアス・サブジェクツ、デリジェス・アンド・モラルが1773年9月1日に観光され、イングランドとアメリカの植民地療法で名声を博した。数年後、 アフリカ系アメリカ人の詩人ジュピター・ハモンは自作の詩でフィリスを称えている。フィリスは自作の観光後、ホイートリー家から解放され、奴隷ではなくなった。1778年に結婚した。生まれた子供のうち二人は幼いうちに亡くなった。1784年に夫が負債で投獄された後、ホイートリーは緊急のうちに労働に追われ、病気で亡くなった。 最後に残っていた幼い息子もその直後に亡くなった。フィリス・ホイートリーが通っていた教会であるオールドサウス集会所を生まれた日時や場所についての記録は残っていないが、研究者によるとフィリス・ホイートリーは1753年に西アフリカ、おそらくは現在のガンビアかセネガルあたりで生まれた可能性が高い。地域の市長が地元にやってきた商人に フィーリスを売り、その商人は、フィリース号という船でこの少女を1761年7月11日に、マサチューセッツ州ボストンにあるイギリスの植民地に連れてきた。船はティモシー・フィッチのもので、船長はピーター・グウィンだった。フィーリスは、ボストンの富裕な商人であるジョン・ホイートリーに買い取られて、読み書きを教わり、才能を見出されて、文学や古典を学ぶようになった。 キリスト教の信仰にも関心があり、11歳の時には、モヒガン族出身の聖職者であるサムソン・オッカムに手紙を出し、友人になっている。やがて詩を書くようになり、14歳の時には、初めての詩通ザ・ユニバーシティ・オブ・ケンブリッジ、イン・ニュー・イングランドを書いた。フィリスが詩を書くにあたっては、アレキサンダー・ポープ、ジョン・ミルトン、ホメロス、ホラティウス、 ベルギリウスなどを学んだことが影響を与えていた。1768年、ホイートリーは、2 The King's Most Excellent Majesty を書き、ジョージ3世が1765年に因子法を撤回したことを称えた。フィーリスは、アメリカ合衆国の独立を支持するようになっていった。1770年にはフィリスは、福音主義の立役者である伝道者、 ジョージ・ホイット・フィールドの死を悼む番歌、アンエレ・ジャヤック・ポエム、オン・ザ・デス・オブ・ザ・セレブレイテッド・ディバイン・ジョージ・ワイット・フィールドを書き、これは大評判になった。植民地に住む多くの人々は、アフリカからやってきた奴隷が優れた死をものすということが、信じられず、フィーリスは1772年に自らが死を書いた、ことを証明するため法廷に出て、自分を弁護せねばならなくなった。 1773年20歳の時、フィーリスはホイートリー家の息子であるナサニエルに同伴してロンドンに行ったが、これはフィーリスの健康のためでもあり、また、ジョンの妻スザンナがイギリスの方がフィーリスが死を観光できるチャンスが得られるだろうと考えたからでもあった。フィーリスはロンドン市長をはじめとする様々な重要人物にあった。ハンティンドン伯爵夫人。 セリナ・ヘイスティングスが、フィリスの才能に目をつけて、刺繍のパトロンとなり、1773年の夏に、セリナへの検事とともに、刺繍ポエムズ・オン・バリアス・サブジェクツ、デリジェス・アンド・モラル・バイ・フィリス・ホイートリー、ネグロ・サーバント・ツー・ミスター・ジョン・ホイートリー、オブ・ボストン、イン・ニュー・イングランドが刊行された。セリナが病気だったため、直接フィリスと会うことはできなかった。 二人の間に取り交わされた書簡が残っている。スザンナ・ホイートリーが病気になったため、フィーリスは刺繍が刊行される前に、ボストンに帰国することとなった。刺繍が刊行された後、フィーリスはホイートリー家から解放され、奴隷の身分ではなくなった。フィーリスの刺繍ポエムズ・オン・バリアス・サブジェクツ、デリジェス・アンド・モラルは1816年までに11版が刊行された。 1773年のロンドンマガジンではこの詩集が取り上げられ、驚くべき天才の作品というわけではないが、若く教育を受けていないアフリカ人の作品としては注目すべきものだという批評が掲載された。ジョン・ホイートリーの墓。試作のみならず、フィリスは書簡などを通じて、自らの意見を書き残しており、他の知識人との交流もあった。 1774年、フィリスは知人であったサムソン・オッカムへの手紙で、アメリカにおいては奴隷にも生まれながらに人間としての権利が与えられるべきだというオッカムの考えを、称賛している。イギリスの慈善活動家であるジョン・ソーントンとも手紙のやり取りをしており、ソーントンは、奴隷制度廃止運動家のジョン・ニュートンへの手紙で、フィリスの死について論じている。1775年に、 フィリスはー・ヒズエクスレンシー、ジョージ・ワシントンという詩をジョージ・ワシントンに送った。1776年、ワシントンはフィリスをマサチューセッツ州ケンブリッジの基地に招待し、フィリスは3月に招待に応じた。トマス・ペインはこの詩を1776年4月のペンシルベニア・ガゼットに再建した。フィリスは1774年に、 スザンナが亡くなるまで管理をし、1778年頃までは、元の主人であるホイートリー家の人々と暮らしていた。ジョン・ホイートリーが亡くなった後、1778年に、フィリスは自由国人のジョン・ピーターズと結婚した。夫妻は生活に苦労しており、生まれた子供のうち二人が赤ん坊のうちに死んでしまった。1779年にフィリスは二冊目の詩集の 計画書を作ったが、金銭的な問題、解放後にパトロンがいなくなったこと、アメリカ独立戦争などの事情により果たせなかった。しかしながら、この2冊目の詩集で刊行される予定だった詩の中には、後にパンフレットや新聞に載ったものもある。夫のジョン・ピーターズは借金を抱えるようになり、フィーリスはボストンの寄宿舎でメイドとして働くようになった。 1784年12月5日、31歳で亡くなった。幼い息子もほぼ同時に亡くなっている。フィーリスはグラナリー墓地に葬られた。フィーリスは死の力は計り知れないものであると信じて試作を行っていた。ジョン・シー・シールズはフィーリスの作品は輝かしくきらめいているというよりは感想的で内省的だと評している。 キリスト教的な内容を表現した作品が中心で、多数の詩は著名人に捧げられており、3分の1以上がエレジーで、他の詩も宗教的、古典主義的、抽象的テーマを扱っている。ポエムズ・オン・バリアス・サブジェクツ、レリジェス・モラル、1773繰り返し、現れる主な主要テーマとしては、キリスト教の信仰、古典主義、 悲劇的な太陽信仰という3つが挙げられる。悲劇的な太陽信仰は、アフリカから持ち込んだ文化の一端である可能性があり、太陽神はアフリカ文化の一部として表現され、太陽を指す時に多数の異なる語が使用されているのはそのせいかもしれない。例えば、フィーリスはアウローラを8回、アポローンを7回、ポイボスを12回、ソウルを2回用いている。 ジョンシー・シールズによると、光ライトという言葉は、フィリスが置いてきた、アフリカの歴史を示すがゆえにその詩において重要である。またシールズによると、太陽さんは、息子さんの同音異義語であり、ホイートリーはこの語を、イエス・キリストを指すための掛け言葉として使っている。キリスト教の神聖を指すときにヒーブ、ムリミューズという言葉も使っており、A, クラージーマン、オン・ザ・デス・オブ・ヒズ・レディと、 愛罪臭いという二つの詩に登場する。シールズは古典主義的モチーフの使用はフィリスを他の同時代の詩人から区別する重要な特徴だと考えている。フィリスは滅多に作中で自分の人生について語らないが、その一例が奴隷性についての詩である On Being Brought From Africa to America であり、この作品では奴隷となってアメリカにやってくることで、 キリスト教の信仰に導かれたことが、まーしー、慈悲だったと表現されている。しかしながら、他の詩では、奴隷制が残酷な運命であると批判されている。フィリスの奴隷制度に対する批判は次第に強さを増し、書簡では人間の自由について触れたものが残っている。フィリス・ホイートリーは、アフリカ系アメリカ人女性としては初めて詩集を出版した人物であり、 また、アメリカの女性主人全体で見ても、刺繍を刊行したのは、アンブラッドストリートに次いで2番目である。1773年に、ポエムズ・オン・バリアス、サブジェクツが刊行されると、フィーリスは地球上で最も有名なアフリカ人になった。ボルテールはフィリスが黒人が試作できることを証明したと書簡で述べている。ジョン・ポール・ジョーンズは同僚の軍人に自分が 個人的に書いたものを、9人のムーサとアポロオン、お気に入りのアフリカ人であるフィリスに届けてほしいと、頼んでいる。アメリカ合衆国建国の父からも賞賛を得ており、ジョージ・ワシントンはフィリスが自分を称える詩を書いた後、フィリスに手紙を書いて、スタイルと手法により、あなたが素晴らしい司祭を、お持ちであることは明らかに証明されていますと、記している。1778年に、 アフリカ系アメリカ人である詩人のジュピター・ハモンは、フィリスに捧げる召喚アドレス2ミス・フィリス、ホイートリーを書いているが、ハモンによるとフィリスは、施策にあたって、ハモンが異教的な影響と考えるものに駆使しており、このためハモンの召喚は21の客員を用いた4両連からなっていて、それぞれに関連する聖書の祝がついていたが、こうしてハモンはフィリスを、 キリスト教的な道に戻そうとした。オールゲートにあるフィリス・ホイートリーのブループラーク。1838年にボストンに本拠地を置く出版社で奴隷制度廃止運動家であるアイザック・ナップがフィリスの作品をノースカロライナ州の詩人で奴隷であるジョージ・モーゼス・ホートンの作品と一緒にまとめてメモアールポエムズ・オブ・フィリス・ホイートリー、ティアフリカ エースレーブ、オルソー、ポエムズバイ、エースレーブとして刊行した。その後の批評家は、フィリスの作品をアフリカ系アメリカ人文学というジャンルの礎を築いたものだとみなしている。2002年に研究者のモレフィケテアサンテは、フィリスホイートリーを100人の偉大なアフリカ系アメリカ人の一人として選出した。2012年にロバートモリス大学は、 コミュニケーション情報科学学部の新しい建物をフィリス・ホイートリーの名前にちなんで命名した。マサチューセッツ大学ボストン校のホイートリーホールもフィリス・ホイートリーにちなんむものである。ボストン女性ヘリテージトレイルでも検証を受けた。2019年7月16日、ホイートリーの初作を1773年9月に観光したエーベルブックセラーズがあったロンドンの住所で、 ヌビアンジャックコミュニティトラストとブラックヒストリーウォークスによりフィリスを記念するブループラークのお披露目が行われた。ありがとうございます。